栗原駅は石川県河北郡津端町和坂るスにある IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道の駅である。IR 石川鉄道の IR 石川鉄道線と愛の風と山鉄道の愛の風と山鉄道線が乗り入れている。会社協会駅であり、当駅から金沢方面が IR 石川鉄道線、富山、一振り方面が愛の風と山鉄道線となっている。 当駅は両社の共同使用駅で IR 石川鉄道の管轄駅である。愛の風と山鉄道で唯一石川県に所在する駅である。鉄道資産上は県境付近が両社の境界だが営業上では当駅が境界で運賃体系も変わる。もともとは両路線とも西日本旅客鉄道の北陸本線であったが、 2015年3月14日の北陸新幹線長野駅金沢駅間開業に伴う並行在来線の経営分離により、当駅を境に金沢方は、IR 石川鉄道、一部利法は、愛の風と山鉄道へ承継され、駅施設も IR 石川鉄道へ移管された。そのような経緯から、IR 石川鉄道線と愛の風と山、鉄道線の富山駅以西は、 現在も一体運用されており、当駅に乗り入れる全列車が相互直通運転を行っている。そのため、当駅を始発、終着とする列車はない。なお、当駅での乗務員交代は行われず、IR 石川鉄道また範囲の風と山鉄道の乗務員が投資で乗務する。ホーム島式ホーム一面二線を有する地上駅で、この他に側線を有する。 津端駅管理の無人駅ではあるが、ボランティアの OB による名誉駅長が配置されている。なお、駅舎は開業当時からのものを使用しているが、出刷口の後は壁となっており痕跡はなくなっている。以前は自動券売機が設置されていたが、運賃改定に伴い一旦撤去。その後 IR、石川鉄道への移管に際して、おしぼ端式の券売機が再設置された。 駅舎からホームへは、個選橋で連絡している。駅舎及びホーム上に待合室がある。2011年度に2両分のホームかさ上げ工事と2両停止1目標の設置がなされるなど、521系2両編成の運用に対応した施設改良がなされている。津た町統計所によると、2018年度の1日平均乗車人員は127人である。 近年の推移は、下表の通りである。駅前にはほとんど民家はないが、駅から県道へ出ると、刈安集落に出る。IR 石川鉄道、愛の風と山鉄道 IR 石川鉄道線、愛の風と山鉄道線、津た駅栗から駅、伊する駅。ありがとうございます。